おもちゃ。ポストマン。で、4便。これは折り手もいらない。え、大号したんだけど、はい。はい？あ？やばい、デスクトップずっと前はバレるよ。は？ちょ、え？あ、始まった。ただいま。よろしくお願いします。間に合ったのかな？これは。間に合ったんだよな、きっと。今の画面の回転の感じからして、おそらく。間に合ったということにしておくんですけど、ちょっと僕の画面の方が全世界に配信されてしまったというところで、ちょっと非常に大きな精神的ダメージを負ったことを、に関して、まあ、遺憾の意を表明していきたい所存ではあるんですけれども。傭兵？ここ。2人目の共同どこだろう？なんか、いいか。これ、境界内でしょ。ああ、なんかでも、違うかも。なんかこれ、ちょっとずれてるかもしれないね。表情全然ないもん。もしかすると、なんだけど。うんうんうん。あ、いたわ。お導きがあったからね、今、サバイバーたちの。そのサバイバーが逃げる方向が、傭兵が墓側に逃げてさ、ホストマンがなんか、北の方に行こうとしてたけど、まあ、傭兵はあの動きで、違和感ないけど、ホストマンが狩猟行こうとしてた動きにも見えたんで、組みに行ったらって感じでしたね。南壁と、開きと、傭兵救助、こっから。え？あー、でも半分超えないのか、今ので。ちょっと待ってもよかったな、じゃあ。もったいないことをちょっとしてしもうたな。で、しっかりポスト守つって。もう一回墓と。最初に回ってた2台が上がって昆虫の場所が南壁なんで、まあそっち側からって感じで救助来るんですが、回復中か、今向こう。で、しばいて。飲み勝っていく。壁のところかな、ホストの。他の椅子使っちゃいますけど、まあ仕方ないですね。
で、鬼没45秒写真世界崩壊後にはあるんで、ホストマンの裏しばいて、で、その過程でこの辺に多分いるサバイバーを奇襲していくと。言いながら自分でぴったりすぎてビビったわ今。おお、ちょうど出てきたね今。なるほど。よくまで逃げて、さあ倒させて鬼没合わせるって感じで、ここは確実にダウン取って、傭兵起こしてからじゃないと救助できないので、サバイバーとしても。ただ揺れてるんで、こや傭兵起死回生。残り3台あるんで、のんびり待ってても大丈夫ですかね。ここは写真は撮りたい。親に昆虫学者。傭兵は？おー、自分で回復したか。なるほど。赤側かな、箱。おそらく。うん、やはり赤側。お手もう一個使うんで、これは。戻って。もうない。ここ通せんぼしたい。なんか最近通せんぼがあんまできないんだよな。よし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 。オッケーオッケー。今回はちゃんとできたね、よかった。で、そこ板ないんで、板ないやんってなるやつね、これ。で、ここで投稿してくれてオッケー。いやー、危ないところだったな。なんとか勝てました、よかった。初動はもうどうなることかと思ったけどな。落ちた瞬間。というわけでね。その背景がさらされる事件に関しては、もうノーコメントで、お願いします。